どうも、エルザです。それではホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。セーブ画面が出てしまった。とりあえず回復どうにかしたいね。とりあえずね、野に倒れし者をレベル19クエストをやろうかなと。こっちもレベルは19なんで問題ないだろうなっていうそんな簡単な理由で。何起こってんだ。ほら、争ってんのか。エレンだ。苦戦してるな。あー、助けないと。助けないと。はい、とりあえずステルスキルかまして、ランスホーンはオーバーライドできる。でも捕まえるの。はい、逃げられるぞ。まあもう遅いから。おー、やば、痛い。まぶしいんだよね。片付いてよかった。助かったよ。いいえ、まあまあ回収させてくれ。ほら、こっち来て話そう。まあ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 、回復がねあんまりないから。どうした、何してるんだ。アイテム探してんだよ。マジで話したくないってのか。待て待って、後でお茶にしよう。おい、頼むよ、話がある。分かってるって。いやー、汚い花火やったね。あの鹿の角はね、眩しいもん、めちゃくちゃ。お、一瞬動物の声がしたような気がしなくもないけど。こんなところで一人で何してる。仲間はどこだ。あいつらを死なせたくない。俺みたいな役立たずは構わないが、あいつらはお前を巻き込んじまって悪いな。ああ、気にするな。こういうことには慣れっこだ。機械退治や追いかけっこはいつものこと。そうか、朝っぱらからすまないな。じゃあ始めるか。姉に何があったの。エルサに何があったのか教えてくれ。初めから知りたい。詳しいことはわからん。あいつは優秀な兵を数人連れて真夜中に出てった。優秀な兵。お前は抜きか。ああ、ここんとこ飲んだくれてて、きっとあいつは俺じゃダメだって思ったんだろう。捜索隊が次の日エルサたちの遺体をシャドウカージャの死体と一緒に見つけた。待ち伏せだよ。シャドウカージャは人間じゃねえ。人前に出せないくらいあいつの顔を痛めつけてやがった。ひどい話だな。ああ、だが俺が奴らを見つけ出して後悔させてやるさ。大丈夫なのか。お前本当に平気か。今はシラフってことは
ダメだ。まあ少なくとも頭は働いてる。今のとこはな。姉が去った理由。彼女が真夜中に出て行った理由に心当たりは？ないな。何かの急用か伝言か、シャドウカージャの新たな脅威の報告とか。カージャの目的。なぜ奴らはこんなことを？俺たちを嫌ってる。特にエルサのことが。アバードと組んで奴らを都から追い出しただろう。奴らはこの2年その傷を癒してきたが、ようやく復讐を果たしたってわけだ。じゃあ奇襲の場所へ。エルサが倒れた場所へ。そこを調べてみよう。来い、こっちだ。まあフォーカスがねあれば調べはできるから。待って、キツネさん、アライグマかどっちか。あ、キツネ。ちなみに今ので、あ、何かできるわけではないね。なぜエルサはここまで来たんだろう。さあな、俺にはわからん。わからんこと多いね。ここはシャドウカージャの領土。いや、奴らは裂け目に入るや否や停戦を破った。もうすぐだ。この辺り、ここで奇襲された。何にも見つからなかったが、お前のそのシャレたおもちゃで何かわかるかな。あの、シャレたおもちゃね。奴らを見つけたい。シャドウカージャの槍だ。綺麗なもの、使われてない。使われてない。シャドウカージャの鎧か。妙だな、傷一つない。ごめん、魚が。魚が欲しい。あー、骨付き肉かよ。魚の素材マジで出ないんだよな。引きずった跡が見える。死体を引きずっていたのか。何か見えるか。このシミはまるで荷車の端から血が落ちたみたいにまっすぐだ。ほら、跡がある。誰かが死体をここに運んで戦場のあちこちに置いた。待て、ここにあった死体は他の場所でやられたってことか。シャドウカージャはなぜそんなことを。今はまだシャドウカージャの仕業だと決めつけない方がいいな。奴らに決まってる。じゃあこの後をたどって調べてみよう。まあね、気持ちもわからなくはないけど冷静ならないとね。はい、じゃあ追跡。前世の私が。ああ、そうだね。キツネさん、狩らないとね、ちょっと道具が、枠が増やせないんで、意外と、動物狩り大事。いや、遠いんだよな、魚。あーでも普通に荷車の跡があるから追跡楽そう。焚き火？あーあったあった。
意外とカージュじゃなくて身内だったりしてね。姉さんを殺した理由はわかるが、衆に見せかける必要が。その理由をこれから突き止める。ほう、廃墟に来たね。この奥続いてるけど、先に相手もね、許してくれんかった。こいつらはシャドウカージャじゃない。俺と同じオセラム族だ。これがお前ら部族の挨拶の仕方か。おい貴様ら、こんなもやる。ロックで出し込むと戦いたいだと。ありがとう。レベルアップしたで、訓練の成果を見せてやれ。機械を引き寄せているんだ。来るぞ。あ、マジか。来ちゃった。情けは無用だ。弱点炎ね。痛いねそれ。違うピースか。もう一回いたね。いってぃ。燃えろ。で、それ。痛い。いや、お前、やられてなかったんかい。意外とね。何かけろ。うっそ、それ外す。はい。当たり判定シビアすぎる。オセラムだ。シャドウカージャじゃない。俺は間違っていたってことだ。いつものことだが。頼む。その千里眼を使ってくれないか。何が起こったのか知りたいんだ。やってみる。千里眼ね。ああ、ワイヤーがない。の前に。調べさせてくれ。ワイヤー、ワイヤーではないか。これはヴァンガードの武器か。血痕がないな。エルサの兵は抵抗しなかった。
岩が粉々な何かが岩を砕いた。私の知らない何かが。なんか今光ったね。気のせいか。アイテムがあるだけ。血まみれだ。あの川の紐は何だ。ここで大勢が死んだ。虐殺だった。ナイフで切られた防具の紐。それに岩に血痕が。そこの上光ってんじゃんか。何かの土台として使えそうだな。あった。三脚台に使用済みの電池が。電池はわかるんだ。画像とかもさ、この文明だと絵って言いそうじゃん。だから意外とね、ちょっと気になるね。これはエルサのヘルメットだ。下の戦場で死んだと思ったが、ここだったのか。こんな策略を、なぜだ。俺を苦しめるためだけに。考えてみたんだ。決して想像の域を超えないが。これまでもお前の仮説が何より正しかったじゃないか。そうか。オセラムが新しい武器を使ってエルサたちに奇襲を仕掛けた。上にある三脚台から狙って、多分力の波動とか音波を出して、それでそこの岩も割れた。人を殺すものではなく麻痺させる武器だ。ヴァンガードはそれにやられたんだ。武器に血の跡がついてない。でもどうせ殺すのなら、なぜ麻痺させる必要がある。何かを隠そうとした。見ろ、岩に血が。石でエルサの顔を潰したのか。他の誰かかも。川の紐がきれいに切られている。鎧を剥ぎ取られたのか。そんなはずはない。俺は確かにメサの都でエルサの遺体を見たんだ。だけど判別がつかなかったんだろう。ならば同じ体型の誰かに彼女の防具を着せたのかもしれない。そしてエルサではないと誰にも知られないよう、あんなことを。メサの都に戻れ。遺体をもう一度確認しろ。お前の言った通り、エルサかもしれない。でも違うならってことは生きてるってことか。分かった、行くよ。後でそこで落ち合おう。名探偵やね。すげえな、あの情報で分かんだ。推理力高いね。聞いてて、あ、そういうことと思って。たださ、これ麻痺のやつはあれかな、岩壊せるぐらいだったらレールガンとかそっち系っぽいよね。さあ、クエストが増えた。いきなりレベル下がるよね。国境地帯へ。弓がね。よし、行こう。ということだ。ごきげんよう、アーロイ。私は潔白のマーラット。
さあついてきて、あなたに大事な話があるのです。どういうことだ、エレンドは中にいます。王とご一緒に。さあ私たちも急いで向かいましょう。さあさあこちらへ。皆三王との意見を待っているのか。ええ、皆王に頼み事をしにね。煩わしいが国を治めるために。三王があなたにお会いしたいと、機械を手なずけ好奇心に満ちた目を持っている。とても興味深いことです。私にはどうでもいいことだ。そうでしょう。初めはオセラのが特別扱いで、今度は山が流れてくる。うわ、めっちゃ並んでるやん。また王はあの娘に興味があるのかしら。流れ物に抜かれるだと。お前らがそういうことを言うから優先してもらえないんだよ。気にせずに。貴族たちはデザートのおかわりをもらえず、ダダをこねる子供です。だいぶ落ち着いてるね、この人はね。王はどんな人だ。陛下はお父上と違うということが大事なのです。分別のあるお方だとわかるでしょう。分別ね。ノラのアーロイ、見えぬものを見るものか。よく来た。どうやら手柄を立てたそうだな。エレンド、あの話を。エルサの墓を調べてきた。お前の言った通りだ。遺体の右膝の下に傷はなかった。子供の頃おもちゃを取り合った時につけた傷だ。遺体がエルサでないならまだ生きているのであろう。見捨てるなど許されぬこと。誰に連れ去られたか心当たりは。それなら私めが。エルサはオセラムに敵がおりました。族長のデルバールです。そんな、まさか。解放以来誰もが奴の首を狙ってきたんだ。とっくに死んでいるだろう。オセラムの中でエルサを罠に陥れることができる者は他にいない。あの男なら国境近くに潜んでいるでしょうな。すでに密偵を送り出しました。ピッチクリフの市場で私たちを待っているはずですよ。国境に兵を出せばオセラムを刺激してしまう。だがヴァンガードならあるよ。それに誰よりも優れたノラも行くのならば。エレンド、マーラと彼女と二人きりに。あまりお前に無理強いはしたくないが、これは私にも大事なことなのだ。あなたとエルサ。エルサは特別な存在のようだな。オセラム・ヴァンガードの協力がなければメリディアンの解放も恐怖政治の打倒もありえなかった。あれ以来部族間の和平を保つのに苦慮はしているものの、エルサが部族の説得に努めてきた。だからこそ彼女が必要なのだ。すぐに。デルバール。デルバールは何者だ。彼を理解するには私の父上を理解せねば。父上は自分を太陽神と信じた。壊れていたのだ、心が。血の生贄が全てを解決すると父は信じていた。そして他の部族を犠牲にしたのだ。特にオセラムを。デルバールはあがいた。強力な武器を作り部族を集めて。父上はそれにこの上ない残虐行為で応えた。父上は彼の家族を生贄として太陽の広場に捧げたのだ。エルサをさらった理由。なぜデルバールはわざわざエルサを誘拐したんだ。裏切りと思ったのだろう。メリディアンを落とし人々を虐殺するという彼の計画を知るまでは仲間だったのだ。そして彼女は私と手を組み父上から都を解放した。デルバールは絶えず復讐の機会を狙っていた。特に我らについたオセラムに対しな。彼に敵対する者も増え消え失せたと思っていたが違った。この王国と政治について聞きたいことがある。いいだろう。三王としての即位。お前は調和をもたらすために父親を殺した太陽神だと言われている。
本当なのか。お前には見えぬものが見え、飛んできた矢を割り、人睨みで機械を手なずけるそうだな。それらは本当か。間違ってはない。確かに部族に調和をもたらしたいと思っているが、まずは何人もの家来の相手をせねばならん。すぐには無理だ。宮殿。立派な建物だな。それに下々のものを目にせずに済む。気に入らんか。まあ実のところ私も好きではない。我慢するしかあるまい。一日で変化は訪れぬ。だが宮殿にいては変わるものも変わらない。いつかは変わるだろう。お前のようなものがそばにいれば。ああ、傭兵としてってことか。カージャとオセラム。王宮の政治は複雑なものだな。オセラムは友でもあり敵でもあると。エルサとオセラムの義族の協力なしにメリディアンの解放はなかった。多くがここに暮らしている。だがクレイムに住まうオセラムの要人たちがその成功を妬むようになった。カージャの貴族も同様にな。危険な状況だ。父上が長きにわたりオセラムを襲ってきたこともある。エルサが和平を保ち互いに利益をもたらすと約束してきた。だがデルヴァールのように邪念を捨てぬ者もいる。シャドウカージャ。シャドウカージャについて教えてくれ。エルサとどんな関係が。あの者たちは父上の政権の残党だ。落葉の砦から西方を牛耳っている。父上同様支配のみにこだわり、その名のもとに血を流しているのだ。神の力を得るために。エルサが都を解放して以来汚名を着せられている。デルファールはこれを知っていて利用したのだ。じゃあ急がないと。よかろう。私が頼むことではないと言われたが、どうかエルサを見つけてくれ。誰がそんな。マーラットたちだ。聞きたいことがあれば彼やエレンドを頼るがよい。お、はい。威圧感すげえな。太陽の王で、あー、ぐるーっと回って、国境地帯はどこ。あー、遠いねー。そしたらで、あ、ストライダーは乗れたっけ。とりあえず飛ぶか。はあ、風で砂が叩きつけられてる。好きな景色だ。それ好きな景色なんだ。よくわからんの。この辺りが、いや、あれ巣じゃないのかな。渡ってだね。あ、いた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 。これであともう少し。はい、ゲット。めちゃくちゃ追っかけてくるね。やべ、味方を手なずけた馬を。
あー、ロックブレイカーの間が付きなんだ。あ、やべ、あいつはやべ。はーい、いらっしゃい、コンネットどーす。あ、いいな、ビビンバ丼いいな。あ、そうだね、ご飯の準備もしないとね。多いんだよな。あれ、ちょっと見た目違うよね。ここ抜けてさらにか。ラベジャーか。あー、ラベジ、あー、縄張りか。やばい、もう避けれるやつは避ける。お、そろそろ着くね。よし、じゃあ14話目はここで終了しましょうか。ということで、ライブ見てる方は引き続き、動画を見てる方はここまでとなります。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。